億万長者合宿をご覧の皆様、問題点はどこにあるのかっていうね、吉谷さんの動画に、お返しする形で、今回私はね、あえてまたこの話題を出していこうと思います。それはアベノミクスは一体どうだったのかってことなんですよ。この安倍さんのやっぱり打ち出したアベノミクスってものは、ある人に言わせれば全く意味のない弱者を全然踏みにじるね、金持ちばっかりを金持ちにさせる二極化を加速させるものだっていうふうな考えもあると思います。でもね、やっぱり日本全体の景気を上げて雇用を膨らまして失業者を減らして株価を上げたというところだけ見れば、 GDP をね上昇させて、そして国際間の付き合いがねもう壊滅的になっていたものを世界一信頼できる国日本にした、そして日米同盟を再び強固のものにしたっていうところを考えるとですね、評価できるところはたくさんあるんではないかなというふうに私は考えるんですよね。もちろん森友問題とかね、不透明なところ桜見る会とかあるんですよ。それはそれで追及しなければなりませんけども、ただそういった問題があるからといって安倍さんのやってきたね栄光までを全部パーにして全部が悪人だ 100% 悪なんだっていうのはちょっと極端だと思うんですよ。ということでね、今回私はこういうふうに思ってます。私は少なからず持続化給付金もそうですしね、新会社法もそうですけども、そのアベノミクスっていうものを活用してですね、アベノミクスというものを活用させていただいて、私は今ここにいるというふうに考えています。そして国際間の緊張が高まる中、日本は世界で一番話の分かる国というね、そういうふうな形であらゆる国からいろいろと援助を頼まれる国であり、同盟を持ちかけられる国であり、信頼されている国であるんだっていうのは、これはね民主党政治の時にはありえなかったことなんですよ。民主党政治の時は国際間の関係っていうのはボロボロになりましたからね。それ考えると、私がこうやって平和で、ビジネスをしていける、そして一時期は私はホームレスまで行きましたけども、でもそのホームレスみたいな状態からね、借金を返してアベノミクスのこの上昇トレンドに乗りながら私も上昇していけたのは、安倍さんの政策をよく理解して、どこに乗れば利点があるのか、どこに乗ったらやっぱりねこう巻き込まれて落ちてしまうのかってことをきちんと使いこなしたところがあったからじゃないかなっていうふうに気がするんですよ。ということでね、私はこう思います。世の中がどんな形になろうとも必ずチャンスはあると。そのチャンスを使いこなせる力をコツコツと積み上げていれば、そのチャンスに乗ることができるけども、でも追い風があって全て手取り足したり、なんか乗っかるだけで OK みたいな形じゃないと、なかなかね自分の身を立てることができない。そして身を立てることができなかった責任をいつも他者のせい、リーダーのせい、国のせい、安倍総理のせいっていうふうにしていれば、どんなリーダーがついても一緒だということなんですよね。で、今回の動画のまとめなんですけども、ビジネスもそうですし、リーダーもそうですし、何でもそうなんですけども、自分にとってね、100% 理想の国なり人なりリーダーなりビジネスっていうのはこの世の中にないってことなんですよ。もしそれがあるとすれば、自分で作るしかないんですよね。ですので私は起業してるわけなんですけども、もしね、それでも、自分で作るセンスがないと思ったら、もう完璧ではないんだけども、でも、50% ぐらいは自分の思ってることと同じようなものがあったかなっていうのは、それを努力で探していただいて、その 50% をプラス残りの 50% は自分の力で育て上げるんだって気持ちで、やっぱ政権に対しても、この国に対しても、自分の今やってるビジネスに対しても、付き合ってる人間に対しても思っていかなければ、もう何も生まれないんじゃないかなと思いますよね。で、今回ね、吉田さんと私は YouTube しかやってないわけですよ。でもこれ YouTube っていうのは誰でもできますよね。誰でもできる YouTube ってものが今目の前にあります。あとはこれをどう使うかなんですよ。どう国と付き合っていくのか、どうアベノミクスを使っていくのか、どうビジネスを使っていくのか、どうお金を使っていくのか、どういうふうにインターネットを使っていくのかによって結果が違うんですよ。何を使うかが重要なんではないんですよね。その何を使うかは万人共通であっても、どう使うかっていう風な自分の使い方が問題なんではないかなと思います。これではですね、問題はどこにあるかっていうことの私の答えになりますよね。常に問題は自分の中にあると思うんですよね。で、自分が使うツールとか時代とか国をカスタマイズして自分をね、合わせていけばこんなにやりやすいことはないんですけども、自分の側を通して自分の五体に合うように国はやってくれ、リーダーはやってくれ、誰かはやってくれ、安倍総理は俺のことにもう 100% 配慮して政治をやってくれって言えば、これは無理ですよね。大体何者なんだって話じゃないですか。そんな何もかも俺に合わせろみたいなね、時代が俺についてきたみたいな、何様だっていう話ですよね。私なんてのはね、まだ日本人の人口に本当にね数えていただいてありがたいなと思うぐらいです。
で今回もね私ね税金来ましたよ。これ決算の結果がズタボロですよ。あのね私はね法人税4000万円を納付した人間ですよ。借金3000万から4000万を納付したわけですよ前回で。今回は予定納税を断ってですね、とてもじゃないけどそんな売上立てられないということでギブアップして、修正申告をしていただいて、もうね分納はしたんですけども、今回消費税が来ました。消費税だけでもこれ誰の年収やって感じですよ本当に。しょうがないですね。その消費税が誰かの年収って本当バカにすんなと思ったけど、まあでもね、選別代わりにお払いしましょう、お支払いしましょう。安倍さんお疲れ様でございました